24カウント契約フェザー級8回戦を行います。赤コーナー124カウント定点ジム所属 WBA 世界スーパーバンタム級6位、はい、WBC 世界スーパーバンタム級3位スピードキング西岡赤いガウンの背中にはキングを表すクラウン、そして奥さんの美穂さんと愛娘小姫ちゃんの名前も縫い取られています。青コーナー121番のメキシコアセス・ガルシア、タフなボクサーを生み出してきたメキシカンファイターヘスス・ガルシア32歳です。ジャッジビニー・マーティン、同じく熊崎光大、同じく山田一光、レフェリー土屋誠弘。4年間待ち続けました西岡俊明、今年中には世界挑戦5度目があるかもしれません。放送の解説は世界チャンピオンの飯田聡さんです。西岡俊明の世界前哨戦第1ラウンドのゴングが鳴ります。56.2 キロの契約ウェイトで行われています西岡俊明の世界前哨戦と言っていいでしょう。 WBC スーパーバンタム級は3位、 WBA では7位、世界の上位ランカー。4年間の間ウィラポンとの戦いの後世界上位ランキングをキープしてきました。170センチの西岡、今日が38戦目、30勝18KO4敗3分けです。グッと相手を見据えていますサウスポースタイルの西岡、右を伸ばしていったメキシコのヘスス・ガルシアです。こちらは32戦、18勝9KO10敗3分けという戦績です。さあ飯田さん、はい、立ち上がりこの西岡、相手をじっと見据えている感じがしますね。そうですね、全く、無駄な動きなく、はい、必要最小限の動きで、動いてますね今のところ、ウィラポンとの4度目の対戦から4年1ヶ月、おーっといい左のボディ、7連勝、現在3連続 KO 勝ちという西岡ですが、はい、まあ、今年世界に挑むんではないかということが言われていますが、飯田さん、この試合にはどのようなことが求められますか。そうですね、相手は格下ということなんですけども、はい、だからそれを一人のフック力でねじ伏せるのではなく、本当にこう一人のボディ、頭が当たったようです。力ではなく、綺麗な勝ち方ですね、はい、その格の差を見せつけるような勝ち方ができれば、なんで相手もちょっとひょっとしたら粘るかもしれないんで、KO 判定どちらでもいいんです、はい、とにかく一方的な、形で勝ってもらいたいですね。今日はこの試合は8回戦の予定で行われます。まあ、西岡と言いますと6年前の練習中に左足のアキレス腱を断裂しました。そこからスピードキングと言われた西岡、スピードがやや陰った、こういうことがありました。あーっと左のストレート、しかしその左のアキレス腱の影響がここ3試合全く感じないんだと、その調子の良さ、それが3連続 KO につながっている、こういうことを言っています。本当にこの1年いい試合が続いてるんですよね。そうなんですよね。今日もフィニッシングブローは左でしょうか。左足もすっかりと治りました。今まではちょっとかばった感じがあったということなんですが、今ではすべてそれを吹っ切って忘れられるということを言っています。おっといい左が入った、距離を詰めていく、左の打ち下ろし、ガードを上げて頭を小刻みに揺すっています。第1ラウンド残り30秒を切りました西岡。4年は長かったが気持ちは切れたことがないという西岡です。この階級減量区もなく体調は最高、そして古傷の左アキレス腱の影響ももう全くありません、そう話しています。今日はちょっと KO を意識しているかもしれないですね。そうですか、いつもよりもジャブが少ないですね。でももちろん今左むちゃくちゃこう切れたパンチ打ってるんで、はい、これ当たる可能性ありますね。第一ラウンドが終わりました。セミファイナル両選手の経歴実績をご紹介いたします。赤コーナー西岡俊明、経験事務所属、1976年7月25日生まれ、兵庫県加古川市出身、デビュー94年12月、戦績は37戦30勝4敗3引き分け、この30勝には18勝の KO 勝ちが含まれております。
対します青コーナーエススガルシアメキシコ。西岡俊明の世界前哨戦をご覧いただいていますが、ウィラポンの4度目から4年勝ちまして、かなり本人にとっては長かったと思うんですが、はい、長かったと思いますね、はい、よく頑張ってきたと言えるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、もうそれを今日しっかりとこう見せてもらってですね、はい、さあ第2ラウンドです。ラウンド2、金色のトランクスをつけています西岡俊明です。赤いグローブ、青いグローブがメキシコのヘススガルシア32歳です。筋肉質の体、そして飯田さん、はい、非常にこの顎がしっかりしているという感じ見受けますね。そうですね、本当に打ち合いの中でというよりも、はい、綺麗なストレートが当たらないと倒れない、ダウンしないかもしれないですね。なるほど、ボクシングスタイルはどうですか。やっぱりファイターだと思いますね、はい、どちらも右も左も、大きくフックを振ってくるタイプだと思いますね。得意のパンチは左フックだということを話していました。メキシコではランキングに入っていないんですが、西岡が世界ランカーと聞きますとにやりとしましてね、やはりこの辺りを狙っているような、そんな感じも見受けられます。さあ頭から入っていった、あおっと左を打ちつけるように打っていきました西岡です。1ラウンドじっくり西岡選手が、ガルシアの動きを見て、はい、そこでも距離が分かったと思うんですよ、相手のパンチの届く距離、相手のパンチの軌道も読んだと思うんで、はい、で今それほどジャブを、ついていって、そこからストレートにはつなげてないんですけども、なるほど、うまくジャブをついて、このジャブか、おーっとカウンター、カウンター、カウンターの右か、今本当にこういうタイミングも、左の切れ味も右のタイミングも良くなってきたんですよね。左のアキレス腱を切ってからはちょっとこの右足に体重が乗るようになって、左のストレートちょっと手打ちというか打つよというのが相手に分かってしまうような、そんなパンチになっていたといいます。しかしここ1年3戦は非常にこのアキレス腱の調子も良く、以前の感覚が戻ってきたと、ストレート戻ってきましたか、左ストレートは。いやもう本当にもう世界のトップレベルのパンチだと思いますね。ウィラポンとは4度世界戦、48ラウンド2分け2敗というこの戦績、残念ながらまだ世界チャンピオンの座につくことはできないこの西岡なんですが、その頃と何か変わったところってありますか。本当にこの1年なんですけども、はい、分かりやすい言葉で言うと一皮むけたっていうことなんですけどね。どのあたりですか。また細かく言うと難しいんですけども、ここでジャブを打つ、ここで半歩バックステップっていう、やるべきところのことを全てきっちりやってる。なるほど。でチャンスをしっかりこうものにしていくっていうことができる試合運びですよね。なるほどね。左のボディです。そういうところがもう抜け目がなくなりましたね。この前半はこの左のボディがよく当たっていますが、これも試合の組み立てなんでしょうね。はい。葛西雄一トレーナー、そして帝拳ジムの本田会長、毎日毎日本田会長は付きっきりで自分を見てくれたと、ここまで自分を高めてくれたのは本田会長のおかげと話しています。会長のためにも世界を取りたいんだという西岡です。今左のストレートを伸ばしていきました。ガルシアがウィービングでかわします。左のフックは空を切ったガルシア、ディフェンスもいいですね。第2ラウンドが終了しました、はい。先ほどのラウンド、いい右が入りましたね、飯田さん。そうですね、タイミングですよね、はい、ここまで非常にこう落ち着いた西岡のボクシングということが言えると思いますが、はい、どうでしょうか。もう本当このままでいいと思います。どこかで、ラッシュをかけて倒しに行くことあるかもしれないんですが、このままでいいと思いますね。ラウンド3、第3ラウンドに入りました。西岡俊明のプロ38戦目、WBC のスーパーバンタム級は3位、WBA は7位にランキングされています。ウィラポンとの4度目の対戦から4年と1ヶ月、ここ3試合は連続ナックアウト勝利、5度目の世界戦に向けて機は熟してきました。帝拳ジムの本田会長ももちろん準備は進めていると、そういうことを言っています。左、ちょっと狙ってきてますね、このラウンドは。合わせていってますね、パンチを。はい、
さあフィニッシングブローは左か、いい形で終えたい、それがこの西岡の思いでしょう。さっきあの世界のトップレベルに、あー問題打って倒れましたガルシア、そしてもう試合は止まっています。ワンパンチノックアウト、左が蘇った、復活西岡俊明、世界前哨戦を見事3ラウンドワンパンチ KO で下しました。これが見たかったんですよね、全く力まずいい倒し方です。いやこれ以上ない左ストレートでの KO 勝利、まさにパーフェクト勝利。いや飯田さんびっくりしましたね、全くこう力んで倒そうとしてるわけじゃなく、こううまくもちろん狙ってるんですよ、狙ってあれができるってことはまた素晴らしいですね。会場がねどよめいてますよ。いや久しぶりにこれだけの43秒、ワンパンチでレフェリーが止めました。テクニカルナックアウトということになりますが、あこちらが中央の方ですね、西岡選手の奥さんの美穂さん、そしてその下に映っている小さい子が小姫ちゃん2歳です。あの西岡は以前はね、あの家族のことに関しては非常に口を閉ざしていたんですが、最近はこの家族のことも積極的に話すようになりました。心の成長も感じさせる西岡です。見事な左のストレートでした。さあそれでは声を聞いてみましょう。まさに見事な KO 勝利です。西岡俊明選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。本当にもう見事と言わんばかりの KO になりました。振り返っていかがですか。そうですね、まあ、あの頑張ってきた努力の積み重ねが、まあ、こういう結果になってすごい嬉しいです。この試合に臨むにあたってどんな気持ちで試合に臨んでいったんでしょうか。いやもう一日一日ね、本当に強くなることだけ考えて、もう本当一日一日頑張ってきました、はい、これで連続 KO ということになっています。はい、まあ、嬉しいです。自分の中でこう何か感じるものっていうのはあるんですか、最近の試合の中で。そうですね、強くなっていることを自分自身でも実感しています。その実感しているということなんですが、もう年内にも世界というような言葉が出始めてきています。そのあたりいかがですか。そうですね、もう本当に次はもう必ず取るつもりで臨みます。ここまで数多くの方が応援してきてくれています。世界に向けて決意の一言をお願いいたします。そうですね、僕のことを本当に応援してくれてる方、そしてジム、そして家族に恩返しできるように一日一日懸命に頑張りたいと思います。そして必ず取って、世界を取って皆さんに恩返ししたいと思っています。見事な KO 勝利を見せました西岡俊明選手でした、おめでとうございました。西岡選手のマナ娘小姫ちゃんはお父さんは世界チャンピオンだと思っているそうで、周囲の人にね、はい、それを自慢してるんだそうですよ。なるほど。ですからこのお父さんパパとしてはですね、世界チャンピオンになって、そのリングでこの小姫ちゃんを抱き上げる、これが大きな夢なんだそうです。さあ振り返ってみて今日の試合いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、さっきちょっと言いかけたんですけど、はい、やっぱり、世界ランカーであり世界レベルの選手はいっぱいいるんですけども、はい、だけどこれじゃ世界のトップには立てない、チャンピオンになれないっていう選手はいるんですよね、何人も。だけどもう本当にこの1年間世界のトップレベル、チャンピオンになれる、実力をしっかりつけたなっていう気がしますね。この左ストレートの腰の入り方を見ると、左のアキレス腱の影響というのはもう全くないと見ていいでしょうか。そうですね、はい、非常に素晴らしい左ストレートを見せて、西岡俊明が5度目の世界戦に向けまた一歩前進しました。